Good m o 今日は近畿大学吉田先生によります。えー、ティアですね。えっ、ー、と、エッジトゥエッジリペアの相互弁閉鎖不全症ということで、デバイスがですね、もともとマイトラクリップ一択だったところに、パスカルというエドワーズの えー、クリップが出てきたということで、えー、オリジナルの試験はこのヘッドトゥヘッドの試験で、まあ、優劣なしということだったようなんですけれども、じゃあ、どういう人たちがですね効果的なのかということで、今回はそのオリジナルのサブ解析ということで、報告をしてくれます。じゃあ、吉田先生、よろしくお願いしままますすすよろししくお願い今今回のの対対象象は DMR DMR DMR、まあ、パスカルががが適用ににななっっててできます。 で、えっ、ー、と、サージカルリスクが高い人たちが対象で、まあ、そもそもティア自体が効果あるのかで、パスカルとクリップ比べてどうなのか、とはどういうところが、その治療効果に何が影響してくるのかっていうところを含めた試験になります。で、まあ、これちょっと載ってたので載せてきたって感じなんですけど、あの、まあ、私、 私もエコーイなので、クリップ治療をするにあたっていろんな術前評価しますけど、まあ、こんな感じで 3D とかでも評価して、2D も含めてそうですけど、3D 評価してますよっていうのが一つ、まあ、ちょっとご参考にという形で,で、結局その MR の軽減で、かつその軽減されたものを持続維持するっていうところに何が影響してくるかっていうところが、今回のまあメインどこになってくるのかなと思いますけれども、やっぱりプレの、えー、フレイルギャップと言われる、 ここですね。わかりにくいですけど、どれくらい便線と便線の間に距離があるかっていうところが、まあ、後々の治療効果に影響してくるっていうところが、えー、結果となっています。ブレイルギャップのスペリングは R ですかね r a i ですかねこれは L なんです。これは L なんだ。なるほど。わ <laughs> <laughs> かりました。<laughs> はい。<laughs> で、まあ、あの、過去にもいっぱいありますけど、t ィ a と MV、まあ、サージュリー、オペと、 比較したものまあこれちょっとファンクショナルも含まれてますけれども、まあ、DMR が7割っていうところで、ペオヘンガイ 2P2 のものになりますけど、やっぱりそのクリップと手術比べるとどうしても再発率っていうところ、まあ再手術に行く割合っていうのは、まあクリ,あクリップっていうかティアの方が多いというのはもう現状としてあって、まあだからこそそのタビーとかとまた違うところになってくると思うんですけれども。 どうしても私たちもできる人はオペに回すっていうところは現状としてあると思います。ただ、あで、まあ、やっぱりその MR の再発っていうのは、あの、これオペのものになりますけれども、再発した方がやっぱり予後が悪いっていうのは言われています。ただ、あの、この前のスライドと、はい、母体は一緒なんですけど、あの、ティアと手術では死亡率っていうところには優意差はなくて、 で特にその高齢で手術リスクが高い症例で、まあ、今回はちょっと対象が、まあ、DMR ですけど、特にファンクショナル、セカンダリーの MR に関しては、特にあのティアの方が死亡率が低いとも言われているっていうところで、まあ、あのティアの点数っていうのはもう年々増加してます。で、これ見てみると、えっ、ー、と、プライマリーに関してもどんどん増えてきているっていうのが、まあ、現状としてはあります。 プライマリーっていうのはつまり DMR ってことでいいですかそうですね、DMR です。これ、手術とティアを比べたときに、その急性期の死亡率も全然変わらないっていうのは、ちょっと不思議な感じがしませんかそうですね。まあよ、確かにそうですね。急性期も変わらないですね。ウェブ面のオペだと、全然その手術期の死亡率も全く高くないってことなんですかね。まあ、これ2015なんであれですけど、最近だとまあ、ミックスもありますから。あ確かに。 まあ、ただ、ちょっと2015年の報告なんで、この時点でどうかって言われると、あれですけど。そうですね。はい。で、まあ、じゃあ、どれくらい下げ、あの、MR 改善してあげたらいいのかっていうところも一つ、あの、問題っていうか、あの、議論されるところになると思うんですけど、これは、えっと、ティアが対象になってますけど、やっぱりその、モデレート、 シビアじゃなくて、モデレート以下にしてあげるだけでも、死亡率とか、心不全再入院っていうところは、あの、ぐっと下がってきます。だから、まあ、それもあって、あの、死亡率っていうところにつながってくるのかもしれないですけれども、まあ、モデレート以下でも十分、予後は良くしてあげられる。っていうところがあります。で、かつ、その、まあ、ここ、こっち側が、すみの場がわくて、死亡率、こっちが心不全再入院なんですけれども、あの、 よくその MR を下げれば下げるほどいいのかって、もちろんその MR さ、あの、よくしてあげれば上げるほどいいんですけど、あの、ティアの一つの、まあ、問題点の一つで MS っていうのがどうしても、あの、まあ、注意しないといけないところになってきて、こっちの右の心不全のところがわかりやすいと思うんですけど、ピンクは MR がまい、えっ、ー、と、治療後の MR がマイルドで、かつ、ミンのグライディントが5以下の人。で、えっ、ー、と、も水色のやつがこれ、モデレ、 と MR でミンのグラディエントが5以下の人。一方でこのオレンジは MR マイルド以下まで下げられてるんですけど、ミンのグラディエントが5から10まで、ちょっと5以上で高くなってる人っていうところを見てみると、その MR は、うんと、MR マイルドでも MS がある方が、MR モデレートの人よりも予防が悪いっていうふうな結果になっていて、 MR を良、まあ、くすれば良くしただけいいわけでもなく、MS もやっぱり考えないといけないっていうところが、まあ、ティアの一つの問題点でもあるかなというところになります。バランス難しいですね。閉じすぎちゃって MS が出ちゃうと困るから、<う>ちょっと残ってでも MS には絶対ならない方がいいってことですね。そういうことです。わかりました。あまあ、じゃあ、<そ>あれはどうなんですかモデレートぐらい残っちゃってても MS がない人っていうのはどうなんですかは、この水色の線になるので、 あ,あ、そっかそっかそっか。そうなんです。そうか、なるほど。だから、水色と黄色がいい対象、対象ってことですね。そういうことです。だからまあ、さこの以降前のやつ見てみても、やっぱモデレート以下にしてあげるだけで予後がいいからまあ、なんていうんですかね。まあ、モデレート以下っていうのはモデレートも含んでってことですか含んでですああ、なるほど。はいはいはい。シビアの人とかシビア、すごいシビアの人が、モデレートになるだけでもやっぱりいい,い、うん。なるほどね。で、まあもちろんそのオペじゃなくて、 でティアに回る症例ってどうしてもやっぱり、まあ、全体的なベースラインが悪いっていうのもあるのでそういう人たちが完璧を目指さなくてもいいないうところこ左側は死亡で右側は心不全さんにそうです。だからまあ MS はやっぱ心不全の方によく効いちゃうそういうことですね。死亡率はあんまり変わらないってことです、ね、ここは2つそうですね、オレンジと水色は一緒ぐらいなので。わかりました。はい やっぱりケアの問題点としては MR の軽減がまあもちろんそのモデレート止まりになってしまう人たちもいたりとか再発の症例いたりまあさっき出したような MS もそうですし弁線の損傷だったりとかちょっと私もケース出してまあここにあえて書いてないですけどあの差出先行っていうのもまあありましたのでまあそういうまあオペとはまた違うこう問題点っていうのがあるのは現状としてありますでまあもともと 一番まあ皆さん馴染みあるマイトラックリップに加えて、まあ、パスカルっていうのも日本でえ現在使用可能になってきています。で、まあ、あのー、パッと見お、まずまあ大きさが違って、パスカルはパスカル、パスカルとパスカルエースっていうのがにあって、えっ、ー、と、どっちかというとパスカルエースの方が小型になります。で、 このパスカルエ、えースがクリップでいう XTW と大体同じぐらいのサイズで、えー、とパスカルはそれ,それよりさらに大きいちょっとどっちかというと5つ目のす、えー、とデバイスにはなるかと思いますこのなんか茎の部分が非常に対照的で太ってるのと痩せてるのっていう感じですけどこれはどういう意味なんですかここをちょっと後で示すんですけどこれが、まあ、あることによってそういうギャップがある症例とかがつかみやすいんじゃないかっていうのは 後ろの考察でちょっと言われています。はい。あとは、ま、ちょっとここの三角形も残るんですけど、今回ちょっとすみません、A 出さなかったんですけれども、いわゆるその、なんていうんですかね、クリップ開くときとかっていうその構造に、ここら辺関与してるんですけど、まあ、そこはあの検索への引っかかりとかいろんな問題回避した、してくれてるっていうところあって、ちょっと今回はまたす少しずれてくるので、あえて出してないです。はい。 なんで、まあ、えっ、ー、と、まあ、パスカルとクリップのいろんな構造の違いが出てきていて、まあ、この2つの、あの、デバイスの比較っていうのはいろいろ行われてきていて、で、まあ、2022年のデータですけれども、あの、左側が、えっ、ー、と、MR の、えっ、ー、と、グレード。1年で見たものですけれども、まあ、特に差はついてなくて、えー、死亡率っていうところが右側のカプランマイヤーですけれども、ここが差がついてないっていう報告が、 まあ出たりとか、こういういろんな報告出てきている中で、これ、えっと、今回の母体となっているクラスプ 2D っていうんですかね、トライアルに関しては、半年間のフォローで、まあ一応初のランダマイズドトライアルっていうふうに言われています。で、えっと、パスカル対クリップが2対1の割合で使われています。で、えっと、左側が MR のリダクションに関しては、一応プライマリのエンドポイント、この、これは、えっと、モデレート以下、 に制御できているかどうかっていうところで、そこに関して言うと、この2軍間で、えっと、差はついてなくって、パスカルが97.7%、半年時点で97.7%、クリップも半年時点で98.1%ということで、2軍間に差はないというふうな形でした。また、このグラフ後で、えっと、今回の、えっと、あの、論文でも出てくるので、また細かいことは後でお示しします。で、えっと、有害事象に関しても2軍間には差がないというふうな結果を受けています。 で、今回このクラスプ 2D トライアルの、えー、サブになりますけれども、こういう結果を受けて、さらに細かい、えー、ティア5の成績だとか、フ、え、ォ、ー、ローアップ時のその MR に影響する因子っていうところへ高評価含めて細かく解析するということを目的とされた、えー、論文になります。 で、えっ、ー、と、デザインとしては、プロスペクティブのマルチセンター、マルチナショナル、ランダマイズドコントロールドトライアルになります。え対象は、手術リスクが高い優勝構成の DMR 症例で、えっ、ー、と、治療対象は、モデレートトゥシビア、モデシビの MR 以上ですね。で、EF は20%以上。 で、LVDD が80ミリ以下というところが対象になっています。で、この次のスライドで、まあ、どういう症例が向いているかっていうのは後でお示ししますけれども、一応、えー、ティアに向いてるというふうに判断された症例が対象となっています。合計300症例を2対1、パスカルが2、クリップ1という割合に分けて、えー、評価を行われています。フロアップに関しては単位時、単位後36ヶ月、まあ1年5年までの1年ごと。で、今回はまあ6ヶ月までという形の欠陥で出されています。 今回はっていうか、そのこれ DMR オンリーなんですね。DMR オンリーです。DMR って普通はまあオペがファーストで考えるものかなというふうに思うんですが、まあやっぱりオペ不能の優勝高っていうことなんですねです。なんで手術リスクが高いっていうところにあます。うん、そうですね、基本はもうやっぱりオペファーストだと思います。これまでのマイトラクリップのトライアルで DMR オンリーっていうのはあったんでしたっけ私あんまり見たこと。 っていう感じですよね。っどっちかというと FMR がまあいいあのキャンディレートかなっていうのが多かったですよね。ねあのー、えっと、あれも有名なエベレストとか,トとかエベレストもそうですよね。うんこれなんかその<っ>パスカルが DMR 向きっていうことでもないんですよね。えっと、一応今通ってるのが DMR なんですよ。なぜですか なぜかは私も分かってないんですけど、あの純粋なファンクなミックスタイプは OK なんですけど、ど純粋なファンクショナル単体っていうのは一応今のところは適用。ダメなんだな何ですか、ね、テザリングのだから MR はダメなんですね。今のところ外れてます。ええー、わかりました。はい。で、えー、っと、一応その、まあ、両方、まあ、ファンクショナルもこれ、 DMR も含まれますけど、どういう症例が、あの、ティアに向いてるかっていうのは、もちろん A2P2 の病変がいいんですけれども、まあ、特にこの DMR で言われるのがフレイルギャップと言われる、えっ、ー、と、ここですね、弁線と弁線、あの、このへの左下の絵になりますけど、弁線と弁線のえギャップが10ミリ以下のやつ。で、右下の絵のフレイル幅、with ですね、この幅が15ミリ未満ののがいいとされている。 まあやりやすいとされています。で、まあもちろん MS のことがあるので、弁護面積は4を超えている。で、プレのミンのグラディエントが5未満っていうのが、まあ、えー、ティアが推奨されるような解剖になります。これごめんなさい、コアプテーションレングスとデプスっていうのは、どことどこを測ってるんですかデプスこのひ、えー、と上の2つの。あえっ、ー、と、あ コア,プスでコアプテーションレングスは純粋には便線と便線が合わさっている長さ、はい。はい。デプスは、あの、多分ここはコアプテーションデプスって書いてあるんですけど、わかりやすく言うとテンティングハイトです。あテンティングハイトですね。はい、わかりました、はい。まあ、なんで、ここら辺はファンクショナルの、上2つはファンクショナルの時に、まあ大事になってくるかなっていう感じ <laughs>。そうですね。はい。はい、で、えっ、ー、と、すごいちっちゃいんですけど、ベースライン、えー 結局、ちょっと、除外もあって、と、パスカルとクリップが117例対63例に最終なってますけれども、特に2軍間に差は全くないというふうな感じの背景になります。で、えっと、MR の元々の正常に関しても、プロラプスとかフレイルの割合だったりとか、えっと、ちょっと示さん、プロラプスとフレイルと違いってもう、あの、フレイルは完全に便線が、あの、なんてんですかね、稼働がすごい良すぎるような。 まあ、プロラプスの定義としては、便線が便理を超えているっていうところが定義で、さらにその上にフレイルっていうのがあるっていう形になります。で、えっ、ー、と、その二軍間には差はなく。で、あとは、えっ、ー、と、線長だったり、フレイルウィズ、フレイルギャップに関しても、えー、二軍間では差がない。で、マックに、マックの割合も、えー、特に差はないというふうな結果になっています。これ、フレイルよりもプロラプスの方が程度がひどいいうことですか逆ですね。プロラップス、あ、 までプロラプスはプロラプスでその上にフレイルがある、うん、でもそうすると80%と20%だから逆な感じがしますけどあ多分、うん、えっとプロラプスの割合がだ両方ともプロラプスなんですけど、うん、フレイルまでいってる症例が8割ってことででもそうすると合わなくないですか全ですか なの全部を含んでいるものの方が割合が普通高くならないですかねあ、なんか多分フレールはプロラプスの中にフレールは除いているんだと思います。ああ、そういうことか。ああ、なるほど。プロラプス、フレール、<あ>えー、ひバイリが非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 い非が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 非そうですが非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  もともとは300例予定だったのが、随分と減っちゃって、200例もないですけど、それはどういうことなんですか高、ね、評価が不十分とか、そのところで、うん、あのすみません、私が今回書き忘れちゃって、除外、データ不十分だとか、いろんな除。な除外されちゃいましたね。これはだから、オペをやるとかっていう人も除外されていたりとかってことですか もともと一応ティアの方針でその二1に分けてるんで、<ー>そこはまず結構落ちましたね。半途中で多分オペにコンバージョンしちゃったりとかっていうところは除外うん。はい。わかりました。はい。で、えっ、ー、と、一応これさ最、最初の方に出した、えっ、ー、と、結果同じなんですけど、MR の推移に関してこ、えっ、ー、と、左側がパスカル、右側がマイトラクリップになります。で、まあ、 一応今回のこのスタディの目的はモデレート以下に抑えるっていうところに関して言うと2軍間ともに、まあ、特に有意差なくって90%後半維持、半年経っても維持できているっていうところなんですけれどもえっ、ー、とじゃあ、えー、とマイルド以下どうかっていうと1プラスっていうのがマイルドで緑のところがマイルド以下になるんですけれどもちょっと右側のマイトラクリップの方ずれてるんですけどえっ、ー、と パスカルとマイトラクリップ見てみもらうと、パスカルはずっと単院時から、えっ、ー、と、6ヶ月時点までで横ばいできてるんですけど、マイトラクリップはちょっと徐々に、まあ、6ヶ月行くにつれて下がっていってるのがわかるかと思います。で、細かく、その。ごめんなさい、1個戻ってもらって、これ誤差かもしれないんですけど、3、30 days と6 months で比べると、パスカルの症例は、なんか1回、 えーとマイルドモデルとかは増えてるけど、またちょっと減ってるっていうか、これはただね、誤差ですかね、計測誤差。誤差とか、まあ、そのマイルドとトレースって、多分もう定量評価難しいので、うん、あとはまあ検査者と、あと、まあ、少しそのボリュームだったり、ちょっとした状況によって変わってくるものもあるのかもしれない。なるほどまあ、とはいえ、マイトロクリップと比べて結構その持続性が高そうな感じがするってことでいいですかね。 で、これ、次が、あの、細かく、その、マイルド以下のところを抜き出して見られたものになるんですけど、左側のパスカル見てみると、まあ、単位時と6ヶ月、これ、マイルドの割合、マイルド以下の割合変わんないんですけれども、緑のところですね。ただ、クリップに関して見てみると、単院時と6ヶ月後で、まあ、優位差ついて、その、マイルド以下のところの割合が減ってるっていう。これ、興味深いですね。これはなぜですかね。 な、持続性がそのパスカルに比べてマイトラクリップが弱い。やっぱり落ちちゃうってことですかのかなっていうところが。外れたりしちゃう人たちもいるのかな。ただ一応モデレート以下には抑えられてる。なるほど。うん。わ、うん、かりました。はい。えっ、ー、と、で、この多分1プラスなんでマイルドモデレートも外れてますね。なんで完全にマイルド以下っていう形になり。 で、もう一個問題になってくる MS に関して言うと、えっ、ー、と、二軍間にも差はなくて、どっちも大体単位時、まあ、どこからも横ばいですけれども、5以下で抑えられているっていう形になっています。これはまあやり方の問題っていうのもありますよね。もちろんです。その、私たちもよくやるんですけど、掴んで結局、ミ意ンが結構高くなっちゃった場合は撤退するっていう方向ができるので、うん 絶対っていうか、まあ、噛み直しってことですよね。噛み直しもできますし、やっぱ2個目置くのやめようかっていうのも。ああ、はいはい。なるほど、なるほど。わかりました。で、えっ、ー、と、差質の大きさのけ、まあ、形態の変化っていうところに関して見てみると、やっぱり、まあ、どっちもモデレート以下には制御で結構できているので、2群ともに EDV、SV ともに、あの、縮小しているというふうな結果になってきています。で、ここにも差はなくて。 で、他のエコー上の変化に関しても2群間で、あの、特に大きく差は出てませんけれども、まあ、あの、どちらも l ブえっ、ー、と、LA ボリュームも良くなって、まあ、EF は MR がやっぱり減る分、えー、下がると思います。で、下がっています。で、えっと、ストロークボリュームはその分上昇してますし、えー、PSP は低下しているという、まあ、血行動体学的にも MR の改善、モデレート以下にすることで、えー、良くなっているというふうな結果を得られています。 これ、いつも思うんですけど、やっぱり面白いのは EF は低下しているのにストロークボリュームが上昇しているってことは、結構、その後ろ向きに差質3号の方に出しちゃって、だからやっぱり過剰にちょっと動きすぎてたってことですよね。そうです。だから MR の症例はやっぱり基本的に差質は過剰に動いていて、だから60%を切っちゃうと、もうペテキって言われるのはそういうことかな。あなるほど。もうバテちゃってってことですよね。はい、そうですね。うんん いや非常に、なんていうか、合理的ですよね。はい。で,ね、で、じゃあ、えっ、ー、と、まあ、ここからは、その、まあ、モデレートではなくって、マイルド以下っていうところに注目されてるんですけど、どういう症例が、その、マイルド以下にいけるのかっていうところを見た多変量解析の結果に関して言うと、えー、フレールギャップがやっぱり短い症例っていうのが、まあ、MR、マイルド以下にできるっていう。 え、結果になっていて。で、かつ、それを持続できるのはどういうところか。半年間持続できるのどうかっていうと、触れるギャップももちろんそうですし、今回パスカルとクリップを比べると、やっぱりパスカル少年の方が優位に、えー、MR マイルド以下を維持できたというふうな結果になっています。これを考えると、やっぱり DMR で、まあ、結構そのガバガバというか、えー、ギャップが強い人っていうのは、パスカルがいい適用、マイトラクリップよりも、 どうもパスカルの方が、まあ、長期間で考えるとやや分がありそうだっていう感じですよね。そうですね、今までの方この報告だとちょっと分があるかなというところには。スピ用にこう作られたで、あの設計されたデバイスっていうわけでもない。あでもまあ、そういうところは考えられて作られてるとは思いますけど。<laughs> 分かりました。はい、で、まあ、細かくそのフレールギャップ、どれくらいだとどうかっていうのを見られたものになるんですけど、4ミリ。 以下だと,、えー、と、4ミリ未満だと、結局パスカルも、えっ、ー、と、これ左側が、えっ、ー、と、退院時、で、右側が6ヶ月時点っていうところになるんですけど、で、水色がパスカル、このグレーがクリップっていうところになって、んと、特に4ミリ以下の症例はもうパスカルとクリップにもと影響は出てないんですけれども、えっ、ー、と、4ミリを超えてくる症例だと、 ま、退院時、その6ヶ月時点で、両方見てみても、クリップの症例でやっぱりちょっと部が悪い。えっと、パスカルに関して言うと、そんなにフレイルギャップの影響は受けてないというふうな結果になっています。なので、ま、フレイルギャップにクリップが弱いっていうところが、ま、今回のこの結果を生んでるのかなというふうな形になります。で、マックに関して見てみると、ちょっとあの、シビアマックは、あのー、 クリップで若干影響出ている傾向にあるんですけれども、6か月時点見てみると、そんなに特にあの影響が出て、まあ、有意さはないというふうな結果になっています。これ、そうなんですかなんか一番右側見ると。なんか下がってる感じに見えますね。感じがしますけど。え、そうなのうん,うん、はい、わかりました、はいまあ。まとめになりますけれども、まあ ほぼあ、すみません、すべてって書いてほとんどの症例で、あの、退院時に、MR モデレート以下を達成できていって、で、も退院あ、すみません、す時には全部の症例で一応、モデレート以下達成できていって、で、ほとんどの症例で、まあ、90%以上、かつ後半ですね、97、8%の症例で退院後6ヶ月間、MR モデレート以下を、まあ、パスカル、クリップともに維持できているというふうな結果になっていて、 で、それによって MR の治療後、サボー溶石の減少、差出の縮小っていうところも認めています。で、血行動態の変化としては PV フローだったり、PSP やとはストロークボリュームの改善を得られることができています。で、マイルド以下っていうところに注目して見てみると、パスカルとクリップに関して単位値は同等だったんですけれども、6ヶ月時点っていうところは、まあ、パスカル群の方が MR マイルド以下の症例は多いというふうな結果でした。 で、ティアで、マイルド、あの、mr を制御するえ、制御に影響する因子としては、今回言われているのはフレールギャップっていうところが一番大きく影響しているのではないかというふうに、えー、な言われています。で、やっぱりその、どういうところがその制御できるに影響してくるかっていうところなんですけれども、やっぱり、プレイ、これ、プレイの画像、プレイの画像っていうか、プレイの解剖になるんですけれども、やっぱりさい、あのー、コアプテーション、 レングスってちょっと最初解剖の話した時に言ってたと思うんですけど、そういう、もともとがやっぱり接合がいい症例の方が、えっ、ー、と、治療後っていうところの MR の改善にももちろんいいというふうに言われていますし、かつ、えっ、ー、と、しっかり外してあげること、この,オー,のオーギュメンテーションインコアプテーションっていうのが、えっ、ー、と、上のこのフィ,フィギュアの シェーマの何て言うんですかえっ、ー、と、前線と後線を足したもののクリップ、えっ、ー、と、治療前、治療後のこの差ですね。が、大きければ大きいほど、まあ、用がいい。つまり、やっぱり、その、しっかりクリップの中に収められてれば、収められているほど、あの、MR の改善の維持につながると言われているので、まあ、しっかり恥ずることが、やっぱり、その。そうなんだ。 うん、MR の再発っていうところに影響してくるこれ面白いですねなんかこうギュってあまりにパンパンにつかんじゃうとむしろなんかこうちょっと外れたりとかテンションかかりすぎちゃうかなと思ったんですけどこの差が大きいほどいいってことなんですねそうですねまあもちろんそのティア,なんとティアこれティアがティアっていうと分かりにくいんですけどまあ便線損傷だったりとかっていう、うん リスクはもちろん引っ張りすぎるとあったりとかっていうのはありますけどだ、ねうん、ただやっぱりこの DMR に関して言うと、うん、どっちかというと弁線割と余剰になっているまあ個性長短かったりするんですけどあのまあフレイルとかそのそういうプロラプスを起こしている部分って余剰なのであんまりその引っ張られすぎちゃうテザリングの症例に比べるとそこら辺はこれはあくまで DMR の話ですかあこれはでも両方で言うねそうだよねうん分かりました で、そのパスカルのその構造が、ここのこの、ここのって言うと分かえっ、ー、と、私が書いてるイン、26ミリって書いてるインプラントスパンって言われるところが、まあ、広いほどやっぱりその触れるギャップが大きい症例でもより効果的に便線の恥ができるんじゃないかっていう風なのが一応言われていて、クリップだとここが XT で22ミリなんですよね。なんですパスカルの方がより大きくて、そこがまあ、よりギャップ でギャップが大きい症例には向いてる。まあ、より効果的に端ができることが今回の結果につながってるんじゃないかっていうところと、あとは、最初先生が言われてた、その、中央の膨らみみたいな、あの、上で言うと5ミリ、下で言うと2ミリになってる、このスペーサーと言われるところが、まあ、うまくギャップの橋渡しになってるんじゃないかっていうところも、えー、今回言われています。 なんで、それが、まあ、パスカルが良かったっていうところに、結果につながってるんじゃないかなというところですね。結論ですけれども、えー、ティアー施行後、まあ、両軍ともに MR モデレートへの、まあ、持続的な改善を見られました。で、治療後も、えっ、ー、と、MS に関して言うと、ミノグラディエントは5未満で経過して、良好な差質のリモデリングだったり、え新、ー、白質量の増加等も、えー、得られています。で、治療前の触れるギャップが小さい症例ほど、退院時には MR マイルド以下を達成することができてい、 で,で、さらに、フレルアップが小さくて、パスカルで治療を受けた症例の方が、単院後6か月時点でも、マイルドを維持できている可能性というのが、優位に高かったという結果になっています。以上です。はい、ありがとうございました。今日は、えっ、ー、と、オリジナルの試験の名前は何でしたっけクラスプ 2D。クラスプ 2D <D> <D> <laughs>。ちょっと待ってくださいね。 クラスプ 2D、そうですね。クラスプ 2D 試験のサブ解析ということで、えっ、ー、と、もともと300人を、えっ、ー、と、インクルージョンして、まあ、エクスクルードした後に、ええー、どのくらいですかね、180人ぐらいですかね、を2対1に分けて、まあ、前向きに検証したという比較試験だったわけですけれども、はい、えっと、オリジナルの試験では、えっ、ー、と、アウトカムは、死亡プラス心不全三入院かな アウトカムはモデレート以下ですね。モデレート以下の MR。<あ>オリジナルはあ。なるほど。で、えっ、ー、と、メイス。有害事象のなし、うん。有害事象も同等ということだったわけですけれども、まあ、DMR の試験なんで、やっぱり結構、便がベロベロしてて、まあ、それをしっかりと掴んであげるということが、どうも今回の、えーまあ、なんていうか、レスポンダーを を抽出する試験でいうと、まあ、それをしっかりつかめた人っていう方が、どうも、えーまあ、MR マイルド以下ですかねっていう人の方が、まあ、長期で見る、中長中期で見ると、えーまあ、良さそうだということで、元々が結構ガバガバの人っていうのはなかなかつかんでもちょっとまあ厳しいっていうことと、まあ、よりつかみやすいっていうのはより幅が広い。 えーまあ、今回でいうと、パスカルっていうのデバイスの方かなっていうところだったわけですかね。あ,のあんまりお、まあ、それは大きけれ大きいほどつかみやすいと思うんですけど、大きいデメリットっていうのもあると思うんですけど、そこはどうですかもちろんそうなんですよね。絶対的にあのやっぱり A2P2 はまだましですけど、A1P1、うん、とか A3P3 とかってなってくると、やっぱり検索がものすごいあるので、やっぱり絡んじゃうことはあって。 で、まあ、私もまだパスカル実際使ったことないですけど、クリップでも実際絡んでしまって、取れなくてオペに行ったこともあります <laughs>。そうでか。で、だからその、まあ、いろんな、その、いろんな先生の話聞く中で、今、まあ、N でしても X にしても W と X、まあ、XT と XTW とか NT と NTW あるんですけど、端っこの方はあえて W じゃなくて、いわゆる XT とか NT 系を使う人たちもいたりします。 ちょっと意味がわかんんないんだけど幅広いものよりも細いもの。うん、ああでああ、あえてってことですね。そうです。端っこの方は、あえてそっちで行って攻めに行くとか。け検索掴んじゃうとどういうことが発生するんですか検索を掴んで、弁線までしっかりつかめればいいと思うんですけど、この差しからま引き上げる中で検索に引っかか,かっちゃうっていうのが。あで、動かなくなるトラップされちゃうっていうこと そうです。そもそももうだから引き上げられなくなっても動かなくなっちゃうことっていうのがうあそれはなる違う、ね。操作性がもう悪くって。ああ、それは困っちゃいますね。なるほどねあ。ちょっとパスカルは、まあ、今回あ出してないですけど、そういうところも一応、まあ、避けられるような構造にはなっていると。<laughs> そうですか。あの大きいと、こう、まあ安全性の面でですね、IE だとか、 それからやっぱおお重いんじゃないかなと思うんで、怒ったりとかって、今、安全面は今回は見,て見られてないですかそうですね。そのプレイのところの,あのアドバースイベントっていうところはパスカルとクリップ比較されてますけれども、うん、今回のそのサブに関して言うとそこまでは見られてないです。オリジナルの試験では特に安全性に関しては差はない。差はなしですね。なるほど。こんなに重さは変わ あ,つもあんまその直接先端だけ持ったことはないんであれですけど。うん、まあ、このなかなか手が出しづらかった DMR の世界にもですね、このティアの技術で十分対応できるっていうことがまあよくわかる試験ですよね。非常に素晴らしいと思いますけれども、もともとそのオペ、手術対パスカルっていうのはあるんでしたっけ私見たことないんですけど、ね、手術対パスカルは。まあでもそこを。 でも,でも、この次なんですかね。オペハイリスクの人が、あの、まあ、パスカルで、まあ、その、なんていうか、治療可能だっていうことが分かったから、次はオペで。DMR、DMR でガチンコでするとどうなるかはちょっと面白いですよ、ね。ちょっと面白いですよね。なるほど。うん、えっと、谷先生から、ギャップが大きい部分をしっかり寄せられるから、パスカルの方が結果が良好なのにもかかわらず、M、MS を起こす率に差がないのはなぜですか。まあ、ここはどうですかね。その 必ずしも MR をし、まあもちろん制御しすぎると MS 起きるんですけど、うんうん、抑えられたから MS になるってわけでもないとは思うんですよね。なるほど。やっぱり残ってる便線が、まあ特にこういうプロラプスする症例って FMR と比べてわりかし便しなやかだなっていうか、うん、まあうきい分、そういう、まあ、 世界勝ったらまた別ですけど、うん、このもちろんプレイの弁強面積もそうですけど、やっぱり動きの状態見て MS を起こしやすいか起こしにくいかっていうのは、まあ、あらかじめなんとなく予測つけていくんですけど、MR の制御とまた、まあ、もちろん締めすぎたら MS なるけど、そこう、まあ、ポストの時点ではそ、直後ですかね、そんなに大きく制御っていうところに差は出てないんで、残ってるその、 電光面積っていうところはあまり変わってないのかなと思いますけど。これあれですかねその DMR って FMR と違って、その便利の拡大がない分、割とつかみやすいんですかね余剰になってるし、<や>便利も大きくないから。それは、あんまり逆には、まあちょっと私もや、実際やってる側じゃないんであれですけど、うんうん、えっと、ファンクショナル、ベントリキュラーファンクショナル MR の方が、まあ、うん、割とシンプルかなと思いますけど。 ただ、便利も大きくなっちゃってるから、そのコアプテーションとかテンティングハイトっていうのはかなりまあ低くはなってますよね、その FMR の方が。えっと、コアプテーションレングスはさそうですね、えー、と短くって、テンティングは高くなります。うん、ただ、わりかし便線が突っ張ってるから、どうかな、乗せやすさ。逆に、エイトリアルファンクショナル MR のすごいハムストリング、強い症例の方が乗せにくいと思います。うん うん、なるほどね <laughs>、うんまあ。私の見てる印象なので、やってる側のご意見はまた別なのかもしれないですけど。これ、あの今後 FMR への適用拡大っていうのはありそうですかね、パスカルの方は、まあ。結果出てきたらあるんじゃないですかね。ちょっと私も今回その、なんで FMR が除外されているかまでちょっと追求できてなかったんですけれども。うんはい、またちょっと聞いてみますそ。そうすると、だから、その DMR は、 えと今回の普通のパスカルで、FMR だとそのエース、ちょっとちっちゃい方がもしかしたら、まあ、フィットするんかなっていう感じですか特に日本人はやっぱりその、うん、欧米と比べて体格が小さいので、やっぱりそのパスカルエースの方がもうほとんど。うん。あ、今回の DMR じゃないか。今回は欧米の試験ですもんね。そうですね。だから日本人だとやっぱりエースが多いっていうか、うん、圧倒的に。なるほど。 分かりました、はい、ありがとうございました。ということで、えーまあ、今回 DMR の試験だったわけですけれども、えーまあ、デバイスも選択できる時代ということで、えーまあ、いよいよです、ね、どんどんやっぱりその、軽カテーテル的な治療っていうのが可能な範囲が増えてきたのかなということと、やっぱりデバイスはあのーまあ、体外で進化することができる。 ものだと思うので、えー、今後どんどんですね、まあ、より良いデバイスっていうのがまあ開発されていくんかなということで、あの患者さんのメリットも増えるかなと思います。ということで、今日もコロナに気をつけていらっしゃい。